駅地まであともうちょっとなんで、じゃあバイバーイ。別府にある地獄巡りに行ってきます。なんかちっちゃい頃に行ったことはあるんですけど、あんまりね覚えてないんで、楽しんできます。じゃあ行ってきます。あとでね、バイバーイ。地獄巡り到着しました。ここは海地獄っていうとこみたいです。楽しみやな。ママももう何年ぶりやろ。めっちゃ可愛い。あ、ほんまや、めっちゃ可愛い。これチケットやって、全部集める人おんねんな。あ、そうなん。あ、これしかもシールになってるん違う。可愛い、チケットが可愛い。98度の噴気やって。さっちょ待って、匂ってマジ臭い。うわ、くっさ、ちょっと待って、匂われくっさ、やばい。ママの口の匂い。やめとけ、そんなにはしてん、そんなにはしないですよ。これは熱帯性。あ、なんか懐かしい。私おばあちゃんとちっちゃい頃に来たんですよね。こんな感じ。わあ、なんかいいね。あ、ほんまや、湧いてる。湧き出てる天然の温泉が。あ、すごい。ほら、湧き出る煙がすごい。臭っ。匂いは臭いけど、硫黄の匂いがすごいけど。めっちゃ臭い湯やん。わあ、すごい。赤い。あ、ほんまや、赤い。めっちゃ煙出てるな。赤い。これ天然みたいですよ。すごい。煙。足湯はどう？足湯入らせて。あ、ほんまや、足湯がある。足湯。足湯やって。ちょっと人がすごかったから、次の地獄で足湯します。温泉卵食べたいな。おー、すごい。うわ、海地獄や。あ、なんかこれゆで卵、ゆで卵の匂い。そう、ゆで卵の匂いがする。めっちゃ食べたくなる、はい、あー、パパ水しぶきがやばい。あー、やばい。水しぶきがやばい。でも水しぶきはめっちゃ冷たい。ほんまや、色めっちゃ綺麗。ほら、めっちゃ綺麗やな。スカイブルー。次は坊主地獄。あ、これ時間ないから、巻きで時間がない。5時までらしい。今4時やから。いってらっしゃい。バイバイ。一箇所一箇所なんか入場券が違う。ここはハガキでした。湿気てるから。湿気てるとかやめて。いや、でも湿気。すごい、すごい。え、すごい、見て。絵図がめっちゃいいやん。なんかプクプクしてコンクリートみたいになってる。コンクリート？なんていうの？ドロッとした感じ。うわ、すげえ。なんか顔に塗ったらめっちゃいいかもしれん。いや、暑いやろ。この上で鬼が寝てたらしいです。はい、ここが坊主地獄。なんちゃら、ちょっと読めない。なんて言うんですかね。奇跡鬼死。ちょっとアホがバレるからやめとこう。あ、でもなんかここはあんまり湯気は立ってない。あそこら辺だけかな。プクプクしてる。グレーやね、全体的に。いやー、てか気持ちいい、自然が。ほら、しかもね、ゴールデンウィークが終わって平日なんで人もガラガラで。鬼死坊主地獄。鬼死坊主地獄。鬼死坊主地獄。やっぱりやってたんや。足湯らしいです。タオル忘れたから。あ、厚め厚めやな。あ、でも絶対気持ちいいわ。うん、気持ちいいわ。うん、地獄プリンと温泉ゆで卵を買いました。じゃあ一口目いただきます。うん、おいしい。美味しい。うん、ママ。あ、おいしい。うん、あ、おいしいわ。おいしい。プリンめっちゃ食べる。みんな美味しい。卵食べるの？これむずくない？みずき、その卵やめて。食わんとって、こっち食って。みずき、お前めっちゃ切れ、めっちゃ切れ。はい、はい、めっちゃ切れ、めっちゃ切れ。はい、こっちは俺が食う。さっき俺しよう、俺だろう。うわ、ゆで卵。はい、いただきます。おいしい。うん、うん、うん、おいしい。
塩かける、うん、無理やって、いやここちょっと無理、はい、ここぼしゃここぼしゃ、はたきはたきはたき、そうそうそう、ちょっと待って待って、それ食べ物形、形に感動するんだ、卵なんだね、分かってるって、卵の形に感動してる、いいえ、あ、うん、まあ、うん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 、血の池、あ、血の池地獄だけはちょっと離れてるみたい、歩いて10分かぐらいかな、あ、歩いて行ける、行ける行ける、あの地図書いた、でも今日はちょっとね時間がないから、明日行けたら血の池地獄も行こうかなと思ってます、ここが最後かな、今日行ける地獄は、今入れんかな、そうやろう、ここもポストカードでした、かまど地獄、ブクブクしてる、え、ブクブクしてる、うん、なんか泥っぽい、見えるかな、さっきとちょっとちゃうな、さっきはなんかちょっと、うん、くっさ、とりあえず匂い変わらへん、マジで、うん、くっさ匂いは全然変わらん、 どこもくさ、あ、良き鬼がおるで、なあ、悪いことしとったらあれ来るで、鬼さん、鬼や、怖ー、悪いことしとったくんで、あの鬼が、かまど地獄3丁目85度、おーすごい、極楽1丁目、極楽2丁目、飲む温泉、3丁目は何せね、観光客が多すぎて、よし、おーすごい、これこそ泥パックって感じやな、5丁目の95度、観光客がいっぱい、おーすごーい、サザエさんみたいになってる、最後6丁目、かまど6丁目、なんだ、あ、95度、やばー、血の池地獄っぽい、うわすげー、できた、嫌いらしいわこの臭い、あ、でもここはさ硫黄臭いじゃなくて、ね、煙臭くて、すごい人、これはゆっくりできひんな、うわすごい人、あ、多いね人が、なんか外国に来たみたいな感じマジや、うん、バスの量がすごい、日本人おらへんかったな日本人私らだけでしたよ、いや、ちょっと地獄巡りめっちゃ楽しいな、今日もっと時間があればよかったけど5時までやから、今日は一旦これでおしまいかな、じゃあ一旦バイバーイ、はい、ということで昨日行けなかったので今日は血の池地獄に行ってきます、怖いで、怖い、うーん、じゃあ血の池地獄、ほら真っ赤、これが血の池、湯気がすごい、鬼柄かわいい、おいしい、あ、みなちゃんにもあげて、なんで、あ、優しい、あとはあとはあ、濃いや、濃い濃い、こうやってどれくらい持つんですか、ヨッキーはないです、観光はほんの少しでヨッキー行くので、はい、あの耳かきで取るぐらいの目安で指でちょっとだけ取って、で直したい皮膚病の患部に、うん、赤ちゃんとかだとおむつかぶれとか、うん、そう、あのニキビとか手荒れとかやけどとか、うん、そういうあの直したい患部に薬なんで、うん、あの悪くないところにこうバーッと塗らないでください、わかりました、直したいところに塗ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかここでしか買われへん難攻で調べた時に書いてたから欲しかったんですよ、血の池難攻、濃い気に入った、早いね、はい、ということで血の池行ってきました、で軽くお土産も買ったので今から時間かけて大阪に戻りたいと思います、じゃあおいた、バイバーイ。